テイカさんは何かに取り憑かれたようで一人でどこかに行ってしまってます。あれはもう完全に取り憑かれてますね。一匹でいいだろ。まあ、あれ呪われてますね、完全に。もう取り憑かれちゃってるわ。俺についてこいってあの猫が言って、それに従ってますね。あげてんじゃない。あ、ついに幻影が、幻覚が見えるようになってきました。もう呪われてます。いらん。皿うどんも長崎の。あれ、お二人ついに愛しすぎてハートが じゃあ改めてオープニング的なのやります。おはよう。めちゃめちゃでかいです。なんか喋ってます？なんか喋ってる風ですね。全然声が拾えない。ジェスチャーかい。でも喋ってないんかい。いや、これすごくない？めちゃくちゃでかい。いや、すごいっすよね。ちょっとさ、何にも知らないからちょっとあれ見に行きましょう。はい。これは何なんですか？生き長の家です。生き長の家。象徴。成長の家。成長。はい。成長の家。はい。その本が。だからこっちか。ここじゃ。まあそこっすね。ただ参拝しか。5時から5時だ。あ、終わった。さっきなんか鳴ってたんだよな。ピンポンピンポン。ああ。参拝時間も決めれてる系なんだ、その本当。ということで、ちょっとタイムリミットが過ぎちゃってるんで、はい、こっからお祈りしちゃいましょう。そうだ。思いは届くということで。9月27日、くだらしい成功祈願ということで、ここからなんですけど。はい、成功しますように。うん、はい、ちょっと参拝時間が終わっちゃったんでね、うん、遠くからですけれども、はい、お祈りをしましたんで、よろしくお願いします。時の流れいつでも駆け抜けて行くから、優しさだけ忘れずに抱きしめていよう。お空を。え、わかんないの？知らない。え？虹の上を滑るだろう。トゥモローだろう。トゥモロー。知らない？わかんないかも。絶対学校行ってないじゃん。確かに。ということで長崎最終日です。はい、寂しいな。はい。さすがにな。ということで、まあ今回辛いこともあったでしょう、楽しいこともあったでしょう、まあ、初めてのロケなんで、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、いろいろあると思うんですけれども、はいはい、まあちょっと挑戦を始めた第一歩ということで、うん、これから ZEP9 月27日まで、長い道のりですけれども頑張っていきましょうということで、うん、お疲れ様会を簡単に開きたいと思います、はい、じゃあお疲れ様でした。いやね、リオさんは演者さんなのに運転もしてもらっちゃってね。いやいやいや、それは全然。結構運転しなかった。あのね、自分の可能性をね、長崎すごいよね。あんなずっとさ運転してるリオ見たことない、うん、見たことないでしょ。普段のツアーとかではそんなにリオさん運転はやって1時間くらい。そうそう、ああそうなんですね。やっぱね、車が違うのも大きいかもしれないけど、はい、基本的にまあロイ・リョウガっていうツートップの最強のやつがいるのよ、はいはいはい、走り屋さんたちが。
そうで、その2人で基本的に交代して、でもどうしてもさ、俺もさ、協力するかみたいな、うん、レオと俺は。じゃあそのツアーの移動のほんと2回とか、はいはい、1時間だけやらせてくださいみたいな言ったら、あのやらせてもらえるんだけど、基本はロイとリョウが回ってくれるから、初めてかもな、地方でこんなに運転してみたいな、うん、今回もほぼフルだったんでね、うん、数時間運転してますね、合計したら。まあ楽しかったね。じゃあそんな感じで、長崎の夜は、一旦閉幕ということで、ゆっくりお休みください。はい、ありがとうございました。しゃじゃあお疲れ様でした。じゃあそんな感じで行ってみましょう。おーじゃあ合言葉、せーの、取れなかった、取れなかった。君と